ガンキャリアーマークアイはこれまで生産された中でも最初期の自走砲である。第一次世界大戦中イギリスによって開発された。1916年の間にマークアイ戦車の投入によりイギリス軍の狙い通りの突破が生じた状況において前進する兵員たちに砲兵が追従するのは非常に難しいことが明確となった。したがって 構成がせっかく成功しても直後に勢いを失う危険にさらされていた。戦車製造企業の主力であった MCCW のメジャーグレッグという技師がこの問題解決のためにマークアイ戦車の部品を用いて特別に機械化された砲兵を作り出すよう提案した。試作車両の生産は1916年7月5日に承認された。設計実務は7月に始められた。 最初の試作車両は1917年3月3日にオルドベリーで行われる戦車採用試験に参加する準備が整えられた。50両の車両がリーズに所在するキッドソンカンパニーに発注された。陸組への配備は1917年6月に開始され7月に終了した。1918年8月16日、ソンム付近にて ガンキャリアーマークアイに食料を積み込むイギリス軍兵士。この車両は挿してマークアイ戦車に似るところがない。早期部分は高くなっておらず、低くてほぼ平らとされた。車両の後方部分では長方形の上部構造がデームラー車製の105馬力エンジンとマークアイ戦車譲りの変速機を共に覆い、保護した。変速機は前方に位置していたが、この時には逆の配置とされた。 この装置は、社長、整備士と2名の変則種によって、共に管理された。原型のマーク I は二重のオーリンを走行補助のために、用紙、車両後方に取り付けていたが、これはそのままとされた。車両前面は、走行板で覆われずに解放されたエリアとなっており、BL60 ポンド砲、または BL6 インチ 26CWT 榴弾砲を搭載した。 砲を輸送するにあたって、車輪だけは砲画から取り外す必要があった。車輪は再び必要になるまで自走砲の側面に付けられた。理論上は60ポンドヤ砲も車両から発砲できるはずだったが、実際にできるのは6インチ榴弾砲だけだった。エンジンからの動力で駆動される2機の巻き上げドラムとピボット式のカゴによる補助を開始、この砲は取り外すことができた。 車体両側面の早期フレーム部分よりも上部は走行された運転席となっており、左側は操縦主席、右側は制動主席である。試作車両ではこうした運転用の席は上部構造の前に直に設けられていた。こうした席を前方へ移したのは視界を良くしたものの、意思の疎通を非常に難しくした。マークアイ戦車の問題点として、 戦車の走行には変速士を含む4名の協力が不可欠だった。1917年7月、ガンキャリア中隊2個が編成された。中隊はそれぞれ24両編成である。おそらくこれらの車両のうち1両も戦場で発砲しなかった。突破が全く実現しなかったために結局車両は補給車として用いられたのみにとどまる。 一台の車両には291名が人力輸送を行うのと同程度の輸送能力があると計算された。鉄路にて輸送される回収戦車。1917年11月、カンブレーの戦いの途上である。50両の発注のうち2両がガンキャリアークレーンとして生産を完了した。この車両は回収戦車であり、手動操作式のクレーンが 全面に装備された。車両前方の運転席は空席とされた。この他にガンキャリアーマーク2の計画が存在した。1917年の初期、改善を施したタイプの木製モックアップが製作され、この車両に和方が後方に搭載されていた。実車の施策は部分的に製作されたが完成に至らず、この計画の唯一の影響は元のタイプがガンキャリアー。 マークアイと呼ばれるようになったことだけである。ウィキメディアコモンズには、ガンキャリアーマークアイに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。